はようございます。今日はですね、我が家のこのもうすぐね田植えを迎える稲の苗をねご紹介したいと思います。うちではね田んぼを作っていまして、でそしてこうやってね自分の家でもみ種をまいて、芽を出させて苗を仕立ててそれを植えて、そしてお米として収穫してうちで食べているんですね。なので、お米はね自給自足という感じなんですね。でこのねお米なんですけれども、こうちょっとね糖質オフとか言われてね、こうなんだろう、こうちょっとね悪者みたいにね太っちゃうとかね、いろんなこと言われたりとかするんですけれども、薬膳的には補気、気を補うといって元気のもとのねエネルギーになってくれたりとかするので、お米はねやっぱりねこう大事なものだったりとかするんですね。でとっても手をかけて農家は育てているので、すごい大事なものだなって私は思っています。なのでね、お米をねもうちょっとね皆さんに食べてほしいなぁなんてねいうふうにね思っております。我が家ではこうやって、自分の家で育てて大事に食べています。